ティターニア、または、タイテーニアは、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、夏の世の夢に登場する妖精の女王である。シェイクスピアの影響によって、後世のフィクションでは、妖精の女王である、登場人物に対して、ティターニアという名前がよく用いられる。夏の世の夢第4幕、第1話、妖精たちを伴うティターニア。中央に、ロバの頭を持った直行ボトム。 ヨハン・ハイン・リヒ・フュー・スリーの絵画を同版画にしたもの。オーベロンとティターニアの若い、サージョゼフ・ノイル・ペイトン作伝統的な民話では、妖精の女王に対して、名前は付けられていなかった。シェイクスピアは、オイデュースの変身物語から、タイターンの娘たちを表す故障である、ティターニアをとって、夏の世の夢で妖精の女王の名前として使用した。一方、ロミオとジュリエットにおいては、 妖精の女王として、マップの名前が言及されている。夏の世の夢において、キターニアは、非常に誇りの高い存在であり、夫であるオーベロンと同等の力を有している。キターニアたちのどちらが鳥回顧を手に入れるべきかという、夫婦喧嘩が、戯曲の他の登場人物たちを争いと混乱に、借り立てる原因となっている。オーベロンの従者であるパックがかけた魔法により、 キターニアは、アテネの職工で素人芝居の主役をする予定だったニック・ボトムへの恋に落ちてしまう。その時のボトムは、彼の性格に似つかわしいと感じたパックによって、ロバの頭をつけられていた。夏の世の夢大二幕において、キターニアは、アテナの偉人たちを死すべき定めの人間たちとして言及している。人文学者、ジョン・ヘールはこの部分を、妖精の観点から、 人間の死すべき定めに関して言及していると解釈しており、シェイクスピアのあらゆる登場人物の視点から記述する能力の表れとしている。ティターニアの死すべき定めという言葉の使い方には若者たちを見下していると同時に彼らに同情している心情が現れている。後年にはティターニアは多くの絵画、詩、戯曲、あるいはグラフィックノベルにまで登場している。 ありがとうございます。